香川です。マリありがとう。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ギフトありがとう。ありがとうございました。めっちゃ汗つる。え、飲み物飲まなきゃ。え？え、飲み物じゃない汗つるのって。そうかもしれない、水分不足。でも飲んだよね。飲んだ。飲み物ジュースだから食べるかも、うん、こんばんは。この部屋に千穂ちゃんがいます。そうです、拉致しました、中村を。中村です、こんばんは。久々じゃない、地補給で配信。うん、そんなことない。え、そんなことあるよ絶対。え、そんなことないですよ。え、だって最後のあれあれだよ多分。あのさ、なんて説明したらいいんやろ。最後はあれだよ、2ヶ月前ぐらいの温泉がついてるところの時だよ。そっか、そうだっけ多分。そっか、野球めっちゃ久々やない。なんか東京でよく同室になるから、うん、その時に一緒にやってた記憶あるけど、そんな前だったっけ。え、最近しとらん気がする。一緒に配信、千穂ちゃんと最初に配信した日覚えてますか。いや覚えてない一緒にメロンジュースとか買ったんですよ。1個のイヤホン、そうそうそう、それみたいにさこうつけて、うん、同じマイクでえ、あの時さ、まだそこまで仲良くなかったよね。仲良くないのに、そこまでまだ、なんかそんなに関係値が築かれてないのに、うん、カラオケ配信を一緒にしたんですよ。そうじゃん。なんでですかね。逆にさ、喋ることないけどさ、カラオケしたんじゃない。喋ることないからえ、なんで一緒に配信したの。同室なった。え、多分同室で、うんうん、で、一緒に、うん、なんか配信しようみたいになった時に、え、カラオケしようって千穂ちゃんが言ったんです。いや、私が言った、よく覚えてるね、うん、だってさ、何年も前やろ多分。え、そうですよ、まだだって、うん、本当にもう入って割とそんなすぐぐらい、うん、すぐじゃないけど本当に3年目ぐらいじゃない、気持ち。え、そうなのかな。もうちょっとあと無謀ぐらい。いや、もうちょっと前。え、もうちょっと前、うん、え、そんな前に同室なった。同室になったのかな、なんでやったんだろう。同室でやったよね多分、うん、てか何県だったんやろ覚えてない。けどなんかメロンジュースを歌ったのは覚えてる。私もなんかカラオケしたの覚えてるわ、うん、ナルドさん、くまたまありがとうございます。ナルドさん、ありがとう。王様、くまたま。記憶力、なんかね、記憶がね、懐かしい、めっちゃ懐かしい。私たちどんぐらい一緒に配信しとんかな。え、結構してそう。でもなんか映ってはないけど声だけが入ってるみたいなやついっぱいありそう。え、わかる。大体さ、お互い顔しか映ってないよね。うん、声が入ってる。うん、なんかさ、一緒に映るの難しくない。なんか純粋に確かにむずい。うん、公演楽しかった、ありがとう、ありがとう。これあれやってないの、生写真ついてくる写真集みたいな。あ、今は、うん、今はっていうかその日限定とかでやりました。あ、今の配信やってないの。やってないです、やってない。
楽しみ。え、ウケる。毎週配信はたまにパクチー売ってる。え、この間売ったんですよ。え、それどういうこと？売ってないんですけど売ったみたいな。なんか、うん、写真集をショールームで売るってなってて、うん、で、なんか売るっていう言い方あれなんですけど販売するってなってて、うん、で、なんかその時に、うん、なんかグッズっていうのができるんですよね。このなんかこの グッズっていう項目ができるんですよ、うん、私のこの配信画面に、うん、で、そのグッズのとこになんかパクチーの消し忘れがあって、うん、え、なんか売ってたんですよ。そうで、しかも在庫がまだ残ってて、なんか5個か7個か分かんない、それあって、うんうん、で、そう、昔買えたってこと？え、なんか、え、でも多分購入の画面、多分購入した人はいたけど多分届かないと思うから、うん、あ、なるほどね。多分キャンセルになったと思うんですけど。なんで売ってたの昔？なんか、うん、なんか副業みたいな。違う違う、なんかロケに行ったんですよ。なんかロケに行って、うんうん、リネタンとロケ行って、なんか岡山のパクチーの、うん、なんか魅力みたいなのを、へー、そう伝えて、うん、で、あのパクチーショールームで販売。へー、え、何年前ぐらい？コロナの頃だったから、そう、フェイスシールドじゃなくてこれマウスシールドしてたから、あ、いつなんだろう、結構前、うん、そうなんや。みんな香川で美味しいもの食べたかな？うどん、うどん、え、うどんさ、もう今日さ絶対うどん食べるぞってさ意気込んでいたのにさ、今日なかったけど寂しかった、めっちゃ。でも明日はあるらしい。やばい、めっちゃ嬉しい、楽しみ、マジ大好き。ツアーの時と同じうどんが来るらしい。あ、そうなんですか、うん、めっちゃ美味しかったよね。美味しかった、ツアーの時のうどん。 1.5 玉ぐらい食べた。ガチ、うん、すごいじゃん。私ダイエット中だったからさ、うん、もうほとんどもうわかめスープみたいな。全然食べてない。麺3本ぐらいしか食べてない。あら、リベンジ。楽しみだな。楽しみ、うどん。明日楽しみ。四国見たい。え、四国が先ですもんね。四国先して、四国三期、私、あの STU、 STU は夜、うん、でしたよね。夕方か、5時とか5時半とか。明日は2会場であるので、うん、皆さん間違えずに来てくださいね。四国は高松モンスター、うんうん、で、あの STU のやつはフェストハレ。フェストハレ、フェストハレ、楽屋好き。わかる、なんか合宿できそうな楽屋。マジで合宿できる。なんかドラえもんのあのドラえもんが寝とるところのゴージャスバージョンって感じやな。あの、う、それ2階みたいなのがあるからですよね。そう、押し入れ、でっか押し入れって感じ。でも今日はさ、キャリーケースがいっぱいあったじゃん、衣装の、うん、あったー、悲しかった。あんま使えなかった。そう、押し入れ活用できんかった、あんまり。そう、なんか2段ベッドみたいなのって、ベッドじゃないけど、なんて言うんですかね、なんかマジ押し入れじゃない、うん、え、なんかフェリーとかでありそう、ああいう、あ、ありそう、ありそう、客室、うん、え、押し入れいっぱいおった昔。え、入ってたかってことですか、うん、え、入ってましたよ。え、入ってたよね、うん、入ってた、なんか小学生の時に入ってた。わかる、私も押し入れの中に作ってた、なんか秘密基地みたいな。可愛い。それな。可愛い子供って感じ。テ
典型的な子供。でもなんか、うん、押し入れってなくなってきましたよね。いやどういうこと、クローゼットになったってこと。そうですよ、ね、私も今押し入れって言ったけど、うん、クローゼットに。確かに押し入れなくなっていってる、ね、なんか押し入れが少なくなってきてる。悲しい。でも押し入れいる、いざさ自分のさ、うん、家を建てるってなった時に、うん、建てるというかなんか家買うってなった時に押し入れいる？でも押し入れがあるってことは和室ってことなんですかね。あ、確かに分かんないけど、和室一個あったらいいよね。まあ確かに、あ、どっちでもいいな。なんか住む家、まあ、こだわりないんですよね。なんか水回りが綺麗だったらいいかなみたいなくらい。自分の力量や。あ、掃除してってこと。いや、ちょっとそういう、そういう問題でもなくて、うん、そう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 。なるほどね。え、何階がいいとかないの？もう一軒家がいいとか。あ、ないですね、もう。もう何でもいいんだ。もう、なんどこでも、なんでも。清潔感があれば。あ、なるほどね。はい、いいですね。あ、でも、うん、結構家をギリギリに出るので、うん、下の方がいいんですかね。でもさ、下の方だったらさ、虫が出るやん。あ、そっか、じゃあ上ですね。上でした。あの、エレベーターがめちゃめちゃ早い上。うん、あ、素敵。2個ぐらいあってほしいね。もっとあってほしいね。すっごい豪華なとこだ。虫、え、千穂ちゃんって虫出ますか？え、もう毎日3匹ぐらい。何の虫？何の虫ですか？え、もういろんな虫。え、え、本当に、え、室内に来るのは、うん、え、たまにすんごいのもおれば、まあ、ちっちゃいのもあるけど、一歩玄関を出れば、もう何十匹も、え、1分間に何十匹も出会う。え、それはなんか、でもゴキブリとかいうそういう虫じゃないですよね。そういうのじゃない。でもなんかもう蝶々とかガーとか。蝶々は虫じゃないです。え、虫だろ。虫でしょ。え、蝶々って虫なのか。え、めっちゃ虫でしょ。でもなんか、うん、いい虫ですよね。え、まあどちらかというと。でも羽があったら根本無理かも。あ、え、でも基本虫って結構羽ありますよね。ある。でもアリとかないじゃん。アリありますよ。羽根アリ、羽根アリ。そっか。え、まゆちゃん結構虫いける人？いや、いけるっていうか、うん、あの別にいけもしないですけど。まあ共存できるかもみたいな。なんか、あ、いるなぐらいです。ガチ？私もう本当に無理。絶対無理だね。悪い虫もいますよ。なんか悪さしてくる虫。例えば？例えばムカデとか。うん、ムカデとか刺してくる。確かに最悪。蚊とかも痒くなる。確かに。でも蚊はまだなんか戦えるというか。え、ダニとかタチが悪い。え、タチ悪い、うん、まあ、見えないし、うん、私のさ、部屋さ、言ったことあるけど、多分言ったことあるわ。何ですか？言ったことあるよね。え？何ですか？その部屋さ、春になったらさ、テントウムシが5、6匹毎日いるんだよ。え、テントウムシっていう言葉聞くのすら嫌なんでなかったですか？そうだよ。でもちょっと共有してみたい。めっちゃ嫌じゃない？え、でもテントウムシって結構可愛い虫ですけどね。いや、可愛いけど、一番嫌いになった。いっぱい出るからね。うん。うわっ！自分が言ったからあれやけどさ、絵文字？でもコメント欄がもう絵文字でいっぱい。エナジーです。うわっ、でもさ、こういうホテル
ルってさマジで虫よらんくない？ない。でも私一回千穂ちゃんと同室で窓開けて虫が入ってきて怒られたことある。そうそう、マジないんやけど。なんか私お風呂上がりに、なんか涼みたくってよく窓開けるんですよ、でなんか同室の時に開けて、でそしたらなんか虫が、コバエみたいなのが入ってきて、でなんか千穂ちゃんがめっちゃ怒ってた。え、怒るよ。今やってもめっちゃブチ切れると思う。ありえない。え、マジ覚えてないわ。え、ホテルで窓開ける人っておらんくない？え、あ、おる。あ、おるか。どうなんだろう。でも最近開けないようにした。え、ね、最近開けてない気がする。嫌だ、窓絶対開けない、虫と朝一の大声はダメ。私が千穂ちゃんに千穂ちゃんを怒らせた第2個。そうですよ。何なんだっけ。え、なんか私朝からテンションが高くて、なんかその日は珍しく、だから千穂ちゃんが起きるの待ってて、千穂ちゃんが目開けたから、おはようございますってでっかい声で挨拶したら、ごめんちゃん、うるさいって。結構怒ってた。結構怒ってた。なんか結構ガチめに怒ってたから私反省して。もうでもその時はあまりにも眠かったし、まえちゃんがびっくりするぐらい元気に挨拶して、いいことなんやけど。でも確かに自分でもなんかうるさいぐらいの声量だったと思う。おもろ。待って、ランキングを読みましょう。え、もう時間ですか？もう時間です。じゃあ、ただ57分だった。じゃあ、お先に。どうぞ。20位マナギララバー、39位高弘くん、38位キョンシー、37位リレイカ、36位シロウケンさん、15位ミミキャン、34位チャイコ、33位ブルー、32位ガンスくんさん、11位ヒロロンさん、10位宮川和幸さん、9位ヌルディンさん、8位リアピースさん、7位ミックさん、ラッキーセブン、6位モンブランさん、5位リョウヘイさん、4位グリアティムさん、3位テリンピーさん、スイスイ、2位20世紀ともちゃんさん、トゥトゥ、そして第1位はピョロピョン、ナルトさん、イエーイ、ありがとうございます。最初のキャンです。もう終わったんですか？はい。じゃあ私も読みますよ。さくまるさん、あ、ちょっと待って、あ、フリーライダーさん、あ、ちょっとやばい、待ってて、フリーライダーさん、福太郎さん、山道さん、カズピースさん、こにゃまるさん、どん兵衛さん、ハレーさん、どこよさん、ためですさん、くまねパパさん、福ちゃんまるさん、1位はドルルルンピーさんでした。ありがとうございます。イエーイ、あ、イエーイ、おやすみなさいませ。おやすみなさい、明日来てくださる方お願いします。お疲れ様です。おやきゅー、おやんぬ。おやきゅーって言ってる？おやきゅー、いや、うまく来るときはおやきゅーたまに言うかも。え、ね、おやきゅーって来た今、なんかおやんぬって言いますか？うん、おやんぬ言ったことない。おやんぬ、おやきゅー、おやきゅーって美味しそうじゃない？なんかおいきゅーみたいな、おいきゅー、なんかきゅうりの、きゅうり、もうそれもろきゅー。きゅうり食べたいな、なんかさっぱりしたい気分じゃない？アイスだな。出た出た出た。これはアイスだな。おやすみなさい。おやすみなさい。気をつけて香川に来てね。ね。ね。交通香川。また明日。バイバイ。終わった。嘘だ、終わってないですよ。なんでまえちゃんさ、これアディション